中国中銀が異例の声明、習主席の対米批判繰り返す、封じ込め警戒。中国人民銀行中央銀行は15日、米国などの対中封じ込め策に対応するとの声明を出し、米国が中国を抑圧しようとしていると述べた習近平国家主席の批判を繰り返した。中国に対する追加制裁の可能性への対応策を人民銀が探っていることを示唆する極めて異例な動きだ。人民銀は13日に閉幕した全国人民代表大会全人代で習主席が行った演説について学ぶ会合の開催に続き、米国など西側諸国の封じ込めや抑圧に適切に対応すると声明で表明した。習主席が自ら米国を直接批判するのは珍しい。習主席は先週、米国などの政策が中国経済にとって前例のない厳しい挑戦をもたらしていると語ったが、人民銀が繰り返したのはこうした習主席による欧米非難だ。米国は中国の大手企業が先端半導体といった米国のテクノロジーにアクセスすることを制限。習主席はこれに対抗し、そうした分野で国内経済の自立を進める措置を講じている。共産党や政府が行った大きなイベント後に、省庁や中央機関が会議を開き、主要政策への支持を示すというのは珍しくない。だが、人民銀が封じ込めといった習主席が発した批判を声明に改めて盛り込んだのは異例だ。他の政府機関が15日に出した声明にはこうしたフレーズは見受けられない。チップスや外貨準備。ナティクシスのアジア太平洋チーフエコノミスト、アリシア・ガルシア・エレロ氏は、中銀の声明としては実に奇妙だと指摘。同氏は中国政府がロシアに軍事支援を行った場合に、米国が対中制裁に踏み切る可能性に触れ、人民銀が潜在的な制裁に備えているという感触を抱いていると話した。人民銀は中国経済を米国の封じ込めから守るために講じる具体策については説明していない。アナリストらによれば、人民銀が取り得る行動は、テクノロジー企業に対する金融支援強化や、中国独自の国際決済システムチップスのテコ入れ、3兆ドル、約400兆円に上る同国外貨準備の保有資産分散化だ。敵対勢力排除、習近平に飛ばされた経済牽引4人組の末路。3月13日、北京で全国人民代表大会が閉幕。異例の国家主席3期目に突入した習近平主席は、かつて中国を治めてきた皇帝のような絶対権力を手にした。中国の官製メディアは、我々は勝利のうちに大会を閉幕したと総括したが、まさに勝者は習近平主席だった。だが権力闘争には勝者があれば敗者もある。以下4人の敗者について見ていきたい。いずれも昨年10月の第20回共産党大会で議場から引っ張り出された胡錦涛元主席に連なる団派、括弧中国共産主義青年団に連なる面々である。握手はしても習近平をガン無視した李克強前首相。1、李克強前首相。過去15年ほどにわたり、習近平主席の同世代の最大のライバルだったが、ついに政界引退となった。今回、李克強氏に関して象徴的な光景が2つあった。1つは3月11日、人民大会堂で李強党常務委員括弧党内序列2位が新首相に選出された時だ。習近平主席が隣席の李克強前首相に握手を求め、2人は壇上で握手した。李克強氏は、習近平政権10年にわたってナンバー2の国務院総理、首相を務めてきたのだから、
トップがその労をねぎらうのは当然だろう。会場を埋めた2947人の全国人民代表大会代表者たちも大きな拍手を送った。だが当の李克強前首相は習近平主席のことをガン無視したのだ。習主席と一度も目を合わせず、正面の代表者たちの方を向いたままだった。この姿を私は、自分は習近平ではなく国民を見ているのだという李氏の無言の抵抗と受け取った。別れの挨拶ににじみ出た習近平への恨み。もう一つの光景は、取った日時は不明、括弧一説によると3月6日だが、李克強前首相が中南海、括弧人民大会堂西側の最高幹部の植樹地の北部にある国務院の本部庁舎前広場に約800人の職員を集めて行ったという別れの挨拶だ。その時のわずか44秒の映像がツイッターで世界に拡散したのだ。広場中央でマイクの前に立った李前首相は、周囲をぐるりと囲んだ職員たちに向かって時に手振りを交えながら熱っぽく述べた。人々はいつも言う。人は行いをなし、天はそれを見ていると。この争点には目がついているのだ。かっこ、周囲がどっと笑い、李前首相ももらい笑いする。国務院職員の皆さんたちは何年にもわたって苦労をしながら、地道にしっかりと特別な貢献をしてくれた。あなたたちは褒章されて叱るべきだ。お、ちょっと見たまえ。この風だよ。かっこ、周囲が再びどっと笑い、李前首相も笑う。早くも風が吹き始めたぞ。かっこ、見たび周囲がどっと笑い、李前首相は拍手して挨拶を終えた。私はこの映像を見て、李克強前首相の習近平への恨みはここまで深かったのかと再認識した。お前、かっこ習近平主席がこの世で蛮行を行っても天は必ず見ていて罰を下すからなと警告しているように映る。これを中国語では天の人縁と表現するが、ここまで言うかという感じである。周囲を囲んだ職員たちもどっと笑っているくらいだから、内心ではその通りだと賛同しているのかもしれない。次期首相の呼び声もあったが。2、汪洋前中国人民政治協商会議主席。李克強前首相の盟友で第20回中国共産党大会が開かれる前は共産党序列ナンバー4で中国人民政治協商会議の主席として君臨。一部では次期首相の呼び声も上がっていた。だが党大会で習近平総書記に蹴落とされ、今回政界引退を余儀なくされた。経済より権力闘争を優先。私が汪洋危うしと最初に思ったのは、2021年秋に中国2位の不動産会社恒大グループの破綻が取り沙汰された時だった。恒大グループはいわば汪洋氏が育てた会社であり、同社の創業者許家印 CEO は汪洋氏の最大のパトロンと言っても過言ではなかった。おそらく習近平主席はこの関係を危険視したのだ。それで、家は住むためのものであって投機のためのものではないとの正論を立てて恒大潰しに出たのである。その結果、中国経済全体の悪化を招いたが、経済より権力闘争優先が習近平流というものだ。前代未聞の大降格。3、胡春華前副首相。李克強前首相の弟分で、やはり第20回共産党大会で党中央政治局委員（トップ25もしくは24）から党中央委員トップ205に降格させられるという前代未聞の仕打ちを受けたのが胡春華前副首相である。本来なら2期10年を務めた習近平総書記国家主席が引退し、ちょうど10歳若い胡春華氏が中国トップにつくというのが自然な流れだ。ところが、反永久政権を目論む習近平主席が自分にとって最も危険な人物を蹴落としたのである。この人事に反対しようとして議場から退場させられたのが
胡春華の父親と言われるくらいの関係だった胡錦涛元主席だった。胡錦涛氏が退場させられたとき、壇上の胡春華氏は口を真一文字に締めて腕組みしていた。中国の神聖な会議中に腕組みする幹部を私はその時初めて見た。それから5ヶ月経ってすっかり激痩せした胡春華氏は今回もただ一人壇上で腕組みを続けた。それが今の胡氏にできる精一杯の抵抗だった。そんな胡氏に今回与えられた役職は中国人民政治協商会議副主席。政協自体がお飾りの諮問機関と言われる中、その中で23人もいる副主席の一人であり、完全な左遷人事だった。共同富裕を進めようと思えば、政府が主導して国内経済を活性化させる必要があるが、李前首相は現職中は中国の政治目標としていたはずだ。そのために国内民間企業の成長や海外からの投資をこれまで以上に必要になり、習氏の戦狼外交や金のかかる強国政策には大気な対立があったはずだ。習氏がリーダーとならなければ、中国の給品対策が進んだはずだし、国際社会といい関係が保てていたと思う。